さあなかなかね、小林さん発揮がとても派手な印象となっています。それではマスクなしなので皆さんぜひ踊り子さんの表情にも注目していただけたらなと思います。それでは踊っていただきましょう。心得の皆さんです、どうぞ。会場にお越しの皆さん、こんにちは。私たちのチーム名を心得と申しまして、愛知県名古屋市で活動しております。先ほど紹介もありました通り、私たち昨年ですね、一度初披露を迎えまして、今回3度目の演舞となります。祭りごとにチームの最大規模を拡大しているような、まだまだ小さいチームではありますが、皆さんの心に残せるような演舞を披露させていただきたいと思いますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。心得ない人声援、今は昔花札というものありて、花に見せられ帰り皆届いてもらう、それを見た目しまう大田さんと花札を見つめて、されどこと幕府の目を避け幾分待つ。
ご声援。